西土道町の千光寺公園の中にあります尾道市立美術館では現在秋の特別展好きあらば猫町田直子絵本原画展が開催されています。ということで今回は尾道市立美術館学芸員の溝淵由紀さんにお話を伺います。溝淵さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。絵本原画展ということですが、町田直子さんはどんな方ですか？はい、町田直子さんは画家、絵本作家として活動されています。繊細なタッチと大胆な構図によって物語の世界の空気感を描き、文章が生きるような絵本表現として高く評価されています。展覧会はどのようになっていますか？はい、本展のタイトルにもなっている好きあらば猫は町田直子さんの座右の銘だそうです。町田さんの手掛けた作品には特徴として猫が主人公や脇役として登場しているのを見つけることができます。本展覧会では町田さんの絵本全15作品の原画が集合しています。原画に加え貴重な制作資料などもあり、展示されているのは約230点、そのうち167点が絵本原画です。展示室ではそれぞれ展示のテーマから各章ごとに名前がついています。さあ美術館の中に入ってきました。最初はどんな作品が展示されていますか？はい、第一章のタイトルは空想の部屋です。ファンタジーな世界の描かれた作品が2つの展示室にわたり紹介されています。一つ目の展示室に浦島太郎、たぬきの花嫁道中、そして次の展示室には最新作私のマントは帽子付き、マッチ売りの少女、桜色の竜などファンタジーな物語が集められています。町田さんの絵本はファンタジーでありながらもまるで実際に取材し観察してきたかのようなリアリティがあります。またこれらやこの先の原画にもこっそり描かれた猫たちがいますので、ぜひ探してみてください。さあ次はどのような展示になってますか？はい、第2章はお化けの部屋です。あずきとぎ、いるのいないの、座敷わらし、お化け女房といったお化けをテーマにした絵本の原画が展示されています。文字の入っていない原画からもリアリティのある不穏な気配を感じることができます。町田さんが物語の空気を描くと言われているのを実感できると思います。また共に展示されている制作資料には絵本を描くための事前取材や設定などを紹介しています。町田さんの取材力により怖い絵本としての生々しい魅力が生み出されていることが感じられると思います。続いてのテーマは何でしょうか？第3章は風景の部屋です。さまざまな絵本から風景の絵としても見応えのある作品が一堂に集められています。絵本誰のものでもない岩花の灯台では、灯台という一箇所の舞台のまま角度や表現の工夫によってさまざまな表情が作り上げられています。各絵本からシーンが抜き出されて展示されているので、それぞれの物語を思い描きながら見ていただきたいです。こちらはどんな作品が展示されていますか？第4章は町田直子の部屋です。こちらは仕事での絵本原画や草画とはまた少し趣の違った町田さんのプライベートワークとしての作品が展示されています。学生時代のものやデビュー作となった作品もあります。町田さんオリジナルの世界観が存分に見られる部屋です。町田さんは絵本以外にも物語を感じられる魅力的な絵画を制作しており、他の章とはまた違った一面が見られると思います。
さあ、いよいよ最後の展示室にやってきました。ご紹介ください。最後は猫たくさんの部屋第5章です。展示室の中でたくさんの猫を見ることができます。猫が主役となった絵本作品が集まり、人気絵本猫は留守番については全ページの原画が揃って見られます。町田さんの絵本に描かれた猫たちは毛並みから仕草まで丁寧に表現されています。また町田さんは猫についてひとまとめにたくさんの猫ではなく、それぞれが個性を持った一匹一匹だと捉えているといいます。どの作品にも独自の個性を持つ猫たちが丁寧に描き分けられています。さらに特別展示の作品もあるようですね。はい、今回の尾道市立美術館での展示のために町田さんが新作7作品を書き下ろしてくださいました。実際に尾道へ来て取材をされており、当館へ遊びに来ることでおなじみの人気猫ケンちゃんゴッちゃんも作品に登場しています。書き下ろし作品は展示室の外や各章の間などにも展示してありますので、ぜひ尾道オリジナルの書き下ろし作品も楽しんでいただけたらと思います。それでは溝淵さんから一言メッセージお願いします。はい、本展覧会ではレビュー作から最新作まで絵本原画、絵画、ラフスケッチなどの貴重な資料を紹介しています。どの作品にも町田さんの魅力があふれていると思います。ぜひ美術館へ足を運んでいただき、絵本原画の繊細なタッチと大胆な構造をお楽しみください。今回は秋の特別展好きあらば猫町田直子絵本原画展について学芸員の溝淵由紀さんにお話を伺いました。溝淵さん、ありがとうございました。ありがとうございました。